本日はですね、大変お忙しいところをご参集賜りまして、厚く御礼を申し上げます。で本日ですね、ご報告を申し上げるのは、会津若松市鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想草案についてであります。鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想、これにつきましては、鶴ヶ城周辺にあり、喫緊にですね、その利活用の方向性を見出す必要がある、6つの公共施設について、今後の円滑な、利活用、整備を図るため、第6次長期総合計画にのっとり、施設の利活用、整備の基本的な考えを総合的な見地から明らかにしたいとの考えから、昨年6月にですね、構想の策定に着手することをお示ししたところでございます。で、この間ですね、町内に組織横断的なプロジェクトチームを設置をいたしまして、検討を進めてきたものでございまして、今般、その検討結果を踏まえ、市としての素案が取りまとまったことから、皆様にお示しをするものであります。この素案につきましては、市政施行110年という、節目の年において、本市のみならず会津地域のシンボルである鶴ヶ城を中心とした地域における公共施設の将来の方向性について、市民の皆様と共に考えるための提案となるものでございまして、最終的には、10年、20年先を見据えた地域のまちづくりの礎となる構想として位置づけるとともに、その実現に向けて、個別具体的にかかる施策の推進を図ってまいりたいと考えているところでございます。